JavaScript の世界に革新が起こっているということを知ってるか？革新？何か新しいフレームワークが出たんですか？いやいや、今話題になってるのは BAN という新しいパッケージ管理システムだよ。NPN や YARN に代わる新しい選択肢として注目されているんだ。BAN？初めて聞きました。何がそんなに注目されているんですか？ BAN の最大の特徴はその高速性にあるんだ。パッケージのインストールがこれまでになく早い。でもそれだけじゃない。ビルドツールやテストランナーを内蔵している点も大きな魅力なんだよ。ビルドツールとテストランナーが内蔵されてるってどういうことですか？通常 JavaScript プロジェクトではコードをブラウザーやサーバーで実行可能な形に変換するためにビルドツールが必要になる。そしてコードが正しく機能するかを確認するためにテストランナーを使うんだ。BAN はこれらをすべて一つのツールで提供しているから、外部ツールを導入する必要がなくなるんだよ。それは開発が簡単になりそうですね。まさにその通り。例えば Webpack やバベルといったビルドツールの設定はかなり複雑になりがちだけど、 BAN ならその必要がなくなる。 BAN は非常に高速なビルドを実現し、開発サイクルを劇的に短縮してくれるんだ。テストの部分はどうなんですか？ BAN はテストランナーも内蔵していて、テストの実行も非常に早いんだ。これにより小さな変更を繰り返す開発プロセスでもテストの待ち時間がほとんどなくなり、効率的に作業できるようになるんだよ。使ってみたいです。インストールは簡単なんですか？簡単だよ。公式サイトからダウンロードして数ステップでセットアップ完了。基本的なコマンドもシンプルで、すぐに慣れることができるから心配無用だ。実際に BAN を使っているプロジェクトってあるんですか？数多くのプロジェクトがすでに BAN を採用していて、その速さとシンプルさから大きなメリットを得ているな。特にビルドやテストの高速化が評価されているんだ。BAN の将来性はどうなんですか？ BAN は今もなお急速に進化していて、将来的にはさらに多くの機能が加わる予定だ。コミュニティも非常に活発で、問題があればすぐに解決策を見つけることができるから安心して使える。BAN を試してみることにします。ありがとうございました。 BAN を使えば JavaScript の開発がもっと楽しく、もっと効率的になる。新しい技術にチャレンジするのってワクワクするよね。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。